私のゲーム屋。皆さんこんにちは、ケシと申します。さあ今日もですね、アニマルレボルトバトルシミュレーターをやっていきたいと思います。はい、こちら前回のですねアニレボ実況で作ったですねアースブレイカーという機体ですね。この機体はですね、まあこの大口径ビームキャノンタレット、これがですねこのアースブレイカーの上に乗ってですね合体するユニットになっております。ちょっと合体させてみようぜ。さあ大口径ビームキャノン合体するぞ。上に乗せる。乗せただけだとね落ちちゃうんで、はい、ロックしていきますね。このようにですね角をですね支柱で止めてあげればね落ちないんですよね。いやーこれは画期的。完成、アースブレイカーということでね、このユニットはですね積極的に敵に突っ込むっていうよりもですね相手と距離を取りながら、はい、遠距離攻撃をするユニットとなっております。後ろ向きにね逃げてもですねこのようにねタレットがね回るし、ミサイルもね全方位にねついてますんで、うん、どの体勢からでもですね攻撃できるのが強み。うお、めっちゃ吹っ飛ばしてる。でかいからなこいつ。もうねこの足先にねついた爪でですね引っ掛けて吹っ飛ばすみたいなこともできますんでね、微妙に格闘技もねはい炸裂するということでね、はい、全てのゴリラをはい殲滅いたしました。アースブレイカード派手ですよね。いやめっちゃ気に入ってるんですよこいつ。ちょっとねポケモンのですねメタグロスをね意識してますね。あのコメント欄でですねあのモンハンのキャラとかね、あのゼルダのちょっとやったことないんでわかんないんですけれども、キャラクターボスに似てるっていう風にねコメントいただいてね、いや勉強になりますわ。実はモデルはメタグロスでしたということでね、こんな上にキャノンついてねえけどな。いやロボット軍にですね結構強いユニットが追加されたということでね、なかなか嬉しいですよね。さあこの前にですねちょっとね2周年記念ライブを行ったんですけれども、そちらでもですねアースブレイカーとバーサークティラーも戦いましたが、いやー今回も負けてしまったね。いやライブでですねちょっと最強を決める戦いやってますんでね、そちらもねぜひ見てほしいですね。めっちゃ熱いバトルが繰り広げられてたから。おいアキシト、マシン軍団もいいけれどもアサルトファランクスにもそろそろ新ユニットを作れやというねコメントいただいております。いやほんとそうだよね、まだ3体しかいねえからな。結構ねカニとかねカメ、そしてトカゲとかね結構ね鎧っぽい感じ、アーマーっぽいね、はい、アサルトファランクス生物がですね加入してるんですよね。でね以前からですねこれリクエストかなり多かった。今日はですねシャコを作りたいと思います。いやカニもさ作れたんだからシャコも作れんじゃないかということでね、もう今日は頑張ってねシャコをですね作って皆さんにお披露目したいと思います。実はですねもう試作品作ってあるんですよね。はい、こちらシャコなのか。なんかちょっとカマキリっぽくも一瞬見えるけれども、この感じがまあちょっとプロトタイプということでですね、このカニさんサンドキャンサーのねはい足をですね流用してます。でもねパッと見ですねサンドキャンサーと全然違うユニットに見えるよね。同じベースを使ってるんだけど、シャコといえばさパンチだよね。すごいパンチ力なので、パンチグローブでですねはい腕を飛ばしてねパンチング攻撃をするというユニットにしたくてねちょっと試作品作ってみました。さあこのシャコ強いのか。いやそんなに強くしてないんだけれども、大胆なビリを大胆に配置してさちょっと戦わせてみようぜ。あ、シャコじゃないですか、美味しそうですね。そうなんですよね、シャコもねエビみたいにね食べられるんですよ。今度ねスシローとかねくら寿司行ったらねシャコ探してみてください、美味しいよ。さあ行けープロトタイプパンチを。パンチグローブ飛ばしている。よしよしよし、足元にねナイフもついてるからな。さあシャコっぽいかな、ちょっと尻尾がですねこれね固まってるからな、動かないのがちょっと微妙ポイントですかね。うん、動きが硬いよな、なんか。あ、ミサイルもついてるね。うん、まあ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 、でも動いてるの見るとねちょっと尻尾がねもうちょっと上下にね動いたらシャコっぽく見えるかな。うん、でこのパンチグロムもちょっとダサいよね、ちゃんと囲いたいよねブロックで。さあカタフラクトと戦わせてみましょう。カタフラクト
さあこのハンマーを投げてですね、はい、ダメージを与えていく。おお、吹っ飛ばしてる吹っ飛ばしてる。おお、爆発した。ちょっと試作品弱えな。おい、カタフラクト、おい、針が自分にぶっ刺さっちゃってるぞ、そのシールド。痛い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 って言ってる。さあ久々の登場、ウォーマシンだ。いや、ウォーマシンと戦わせたら結構いい勝負になるんじゃないかなということで見ていき、おお、パンチされてる。でも攻撃倍率が低すぎて、はい、あー、でもめっちゃ吹っ飛ばしてるな。いやー、いいね、吹っ飛ばし力もですね、こんな感じであったらいいよね。あんまりダメージ入ってないけれども、ウォーマシンの銃撃もですね、あんまり効いてねえな。え、あ、吹っ飛んだ。あれ、あ、ミサイルで吹っ飛んだのか。あー、なるほどね。いやー、手も足も出ないかなと思ったんだけど、シャコやりますね。さあこんな感じでですね、攻撃方法はね、まあいいかなと思います。パンチグローブをつけて、で拳を飛ばすみたいなね、それがねメインウェポンとしてね目立ってればねいいんじゃないかなと思います。あとはねフォルムだよね。もうちょっとシャコっぽくしたいよな。めっちゃでけえなこのシャコ。で尾もね、なんかヒレみたいなのついてんだよね。そこら辺も表現したいし、このね尻尾というかお腹というか何なんだろうね、この部分をね動くようにしたい、ローテーターとか使って。というわけでシャコ一気に作りたいと思います。あ、シャコやん、いや、かっこいいやんって思ってくださったらですね、チャンネル登録高評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。年内にですねチャンネル登録者10万人を目指していてですね、1万人ごとに記念ライブを行っているんですが、3万人までね、ほんとね、あともう少しなんだよ。ちょっと前にねやったライブみたいにね、熱いライブどんどんやっていきたいと思ってますので、お済みでない方はですねぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけでさあ一気に改造しますよ今日も。せーの、ボーン。いや、でかい。めっちゃでかいぞ。さあシャコ完成いたしました。はい、この足すごいでしょ、ワイヤーガンでねちょっと表現しております。さあそして巨大なこのね、はい、腕ですよね、パンチでね、なんだろう、このねなんか触手みたいなやついっぱいついてんだよね、シャコってよく見たら。というわけでですね、まあなんだろう、攻撃パーツではないんだけれどもね、デザイン的にですねすごいなんか特徴的な感じになっております。でね、ちゃんとこの後ろの部分、これちゃんとね動くからね、上下に。いや、早くみんなに見せたいわ。はい、後ろの尻尾もですね、はい、このようにですね表現しました。名前はですね、もうそのまんまマンティスシュリンプにしたいと思います。直訳するとカマキリエビだよ。確かにね、フォルムね、結構シャコってさカマキリっぽいよね。うん、皆さん学校でですねどうやってください。シャコ知ってる？シャコ食ったことある？シャコ英語でなんて言うか知ってる？マンティスシュリンプって言うんだぜってね。シャコはですねシャコ科なんだけれども、まあ一応広いところでねエビの仲間みたいです。でね、モンハナシャコっていうねシャコをモデルにしてます。いやー、モンハナシャコすっごいカラフルだからね、カラフルにしたかったんだけど、アサルトファランクスね赤と黒とシルバーだったんで、まあ目をね緑色にするぐらいにしました。いや、めっちゃ綺麗だから、みんなモンハナシャコ調べてみて、もう大好きなんだよ。さあマンティスシュリンプ、はい、サンドキャンサーとちょっと戦わせてみましょう。さあパンチ。パンチしてるぞ。さあ接近戦でですねライトニングが、おー、すげえ、パンチ下に向かってですね発射しましたね。一応ですねこのねパンチグローブの先にですねトゲがついておりますね。ー、はい、いいでしょ。でね、ライトニングが申し込んでますんでね、はい、ロケットパンチした後にですね電撃も食らわせられたらいいなということでですね、はい、そしてね後ろ見てみて、これちゃんとですね動くんですよ、ローテーターでですね、はい、このようにですねもうちゃんと曲がるようにしましたんで、いや、生々しいよね、すごいね。まあでも強さはですねめちゃめちゃ強いっていうわけではないんじゃないかなと思います。それぐらいのバランスにします。はい、近づかれて火炎放射器で焼かれてしまった。サラマンダーには勝てなかった。めちゃめちゃねでかいユニットなんだけれども、うん、そこまでですねアサルトファランクスの中では、うん、めちゃめちゃ強いっていうわけではないですね。あー、まあでも結構ねアームドトーロス削ってるよ。まあ相性もあるもんね。さあマンティスシュリンプっていうぐらいだからね、あいつと戦わせてみようか。さあセイバーマンティスだ、本物のカマキリとですね、はい、でかシャコなのにでかということで見ていきましょう。さあセイバーマンティス VS、おー、カマ
対パンチだったら、はい、トゲトゲパンチの方が、はい、勝ったということでですね、うわーすげー怪獣だなもはや。さあ足の多さなら負けねえぞということですね。はい、ヘビーメタルセンティピードと戦って、うえー吹き飛んだ。いやヘビーメタルセンティピードに近づかれたら結構やばいからな。さあ飛行する相手だったらどうでしょうか。ドラゴンフライと戦わせてみましょう。おー、ドラゴンフライ削られている。おーやるじゃねえか、マンティスシュリンプ。さあメタルスコーピオンマーク2と戦わせてみましょう。さあ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 、はい、パンチ、そしてワイヤーガンで引き寄せる。おー、振り回してる振り回してる振り回してる。おー、すごいすごい、振り回してるぞ。すげえ吹っ飛ばしたすげえ、そんな攻撃方法もあるの。いやトリッキーだな。いやすごいすごいすごい、面白いこいつ。さあノーチラススクイドと戦わせてみたいわ。いや大きさめちゃめちゃ似てるな。いやいやいや、ノーチラススクイドもかなり大きいっていうかさ、いやいやシャコなんだからさ、海にいるんだからさ、海洋生物群に来いよって感じですよね。いやでもね、ちょっとねアーマーっぽい感じ、あの甲殻類っぽいやつはですね、なるべくアサルトファランクスに入れようと思ってるんですわ。というわけでノーチラススクイドバーサスですねマンティシュリンプ。おーっとマンティシュリンプ、おどうだどうだどうだ、いや結構いい勝負だったな。うわー、マンティスシュリンプですね、結構爆発力あるね、一気に削るね、なんかね。いやーこういうフィールドにですね置いたら結構似合うんじゃない。おー似合う似合う似合う、いい感じじゃんメカだけど。さあチェーンソーシャークと戦わせてみましょう。潜んでんな。さあチェーンソーシャークバーサス、はい、マンティスシュリンプということでですね、さあ綺麗な海の中で戦っていく。おチェーンソーシャークをバンバン削っている。いやいやいや、でもでもでもどっちが勝つ。いやーパンチが食らってる。おお倒した、ギリ倒した。おお、チェーンソーシャークにも勝てるポテンシャルを持っている。さあパンチがどれだけ与えられるかだな。いやーなんかいいね、サンドキャンサーとさ、はいマンティスシュリンプ並べてみるとね、いやいいね、なんかかわいいぞこいつら、ブラザーズみたいで。さあ影ウツボとですねプレシオ、はい、配置してみました。これでチームバトルやっていこうぜ。さあどちらが勝つのか、やばいぞプレシオ、やばいからな結構。でも最近結構負けるからね。お、吹っ飛ばしてる吹っ飛ばしてる、めっちゃ吹っ飛ばしてる。お、プレシオが、プレシオが沈みそうだ。おー、プレシオやられたけど、うわ2体とも、うわー、もう海の藻くずになってしまった。さあ影ウツボだけ体力満タンの状態で生き残っている。いや潜んでんな。さあ今度はですねアクアドラゴンとアイスドラゴン、ドラゴンコンビ、はい、戦わせてみましょう。さあどちらが勝つのか、アサルトファランクスが勝つのか、ドラゴン軍団が勝つのか。おーおー、アクアドラゴン、あーアイスドラゴンと、はい、サンドキャンサーの一騎打ちとなりました。さあどちらが勝ってもおかしくない状態。おーアイスドラゴンのアイスブレスが炸裂、ドラゴン軍の勝利。さあグラップラーテリジノと、はい、リベリオススピノが現れた。さあド派手なバトル見ていきましょう。2対2のバトルだ。さあサイボーグテリジノことグラップラーテリジノと、はい、シャコのインファイト戦い。おーリベリオススピノが、あサンドキャンサーをやっつけた。さあリベリオススピノ強い、うわーおー負けてしまったいやいやいや強いな相変わらずこいつ。さあ4対4バトルやっていきましょう。はい、アサルトファランクスのキャラクターたちと、はい、アンデッドウォーリアーズのガチャドクロ、ボーンドラゴン、スカルスパイダー、ボーンベヒーモスでございます。さあどちらが勝つのか、注目のバトル見ていきましょう。いやいやいや、シャコでけえな、こうやって見ると、改めて見ると、うわー落とされる、スカルスパイダーに落とされる。おー危ねえ危ねえ危ねえ、よしシャコ生き残ってるぞ、頑張れシャコ。よしよし、マンティス、なんだっけ、マンティスピラティスじゃなくて、なんだっけなんだっけ、おお生き残ったぞマンティスピラティスがマンティスシュリンプな。さあ続いてはですね、ブラッディユニオンのこの4体ですね。あ、こいつらもまだ4体しかいないのか。カタフラクト、クリムゾンサイス、トゥルースカージに、ウェアウルフネーブラスということで、さあ見ていきましょう。心臓のですね軍団同士の戦い、どちらが今リードしているのかがこれで分かりますね。さあ見ていきましょう。トゥルースカージの範囲攻撃が炸裂、
いやいやいや、どうでしょうか。いやー、ブラッディユニオン結構体力が高いんだよな。吹っ飛ばし攻撃にはね結構弱いと思うんだけど、アームド盗撮まだピンピンしている。さあ誰が勝つのか、どっちが勝つのか見ていく。アームド盗撮背後から、うわー、やられたー。いや3体も生き生き残ってるぞ。ブラッディユニオン強いんだが、さあ次はですね人間軍戦わせてみましょう。はい、オーバーテイカーそれぞれの勝利と、あとスターバーストですね。スターバーストクリフトブローがですねベースなんでね、お、荒ぶってんな。人間軍に加えてみました。さあバトルしてみましょう。スターバーストバトル前からですねダメージ受けてたよ。なんかおお、シャコがすげえワイヤーガンを使って宙に舞っている。いやすげえな、飛行機相手でもですね、はい、なんとか戦えるということでね。いや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 、おー、あー強いな、アサルトファランクス強いな。さあスターバーストがどんどんと宙に舞っていく。いやースターバースト帰ってこない。スターバーストも制御不能状態だねいやーみんな戸惑ってるよ。っていうのもね、スターバーストがねめちゃめちゃ上空に上がっちゃってね帰ってこないんだわ。はい、頼みの綱はですねこのサラマンダーのですね、はい、機銃ですよね。これじゃないと届かないわ。ダメだ、スターバースト帰ってこない。これはですね、はい、めちゃめちゃ生き残ってるんでね、アサルトファランクス、これはもうアサルトファランクスの勝ちでいいでしょう。シャコがすげえもう暇で暴れ回ってるわ。さあロボット軍からはこの4体だ。ビッグ BB8 にアースブレイカー、フルスレックスシグマに暴走マシンということで、暴走マシンねなかなか動画に出てこないんでね、はい、これで見ていきましょう。さあ暴走マシン突っ込んだぞシャコのパンチで一瞬で沈んでしまった。さあなかなかいいバトルだ。さあフルスレックスシグマのバルカンがですねカメさんを襲う。いや顔めっちゃ食らってるけど大丈夫ですか。さあどちらが勝つのか。あっという間にですねアームのトータス1体になってしまった。いやプルスレックス、おーっと、あーやられたー。いやマシン軍団強くなってんな、こいつが加入したから。メタグロスが追加されたからな。はい、というわけでですね今日はアサルトファランクスにですね、はい、シャコマンティスシュリンプ作ってみました。いやなんか強さ微妙じゃないっていう声が聞こえてきそうなんですけれども、まあまあこれからねユニットも増えていきますしね、あんまり強いユニットばっかり作ってもねどうかなと思ったんでね、はい、これぐらいの強さにいたしましたということでね。はい、まあまあでもなんかねシャコっぽくてね、なんか面白いユニットができたなと思います、目新しくてね。はい、というわけで今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。動画を最後まで見てくれてありがとう。それではまたね。